東京ディズニーシーではミッキーマウスが地元千葉県浦安市の新成人たちを祝福しました。おめでとうございます。東京ディズニーシーの成人式には地元浦安市の新成人たちが参加しました。ミッキーマウスなどディズニーのキャラクターたちがスペシャルショーを披露すると、新成人たちは大きな拍手を送っていました。ずっとディズニーの成人式憧れてたので、ここで迎えられて嬉しいです。浦安市では今年およそ2000人が新成人になります。去年は感染状況の悪化を受けて式典は3月に延期されましたが、今年は4回に分けて1日で行われます。